皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はハムとお尻について解説をしていきます。まあ、こちらの筋肉もね、まあ、下半身の筋肉なんで、まあ、男性のね、視聴者の皆様は、まあ、そんなにね、興味ないよっていう方が多いかもしれないです。で、かつ少ない女性の視聴者の皆様は、まあ、重点的に鍛えたいところかなと思いますので、しっかりとね、聞いて参考にしていただければと思います。では、まずですね、それぞれの筋肉の機能について解説をしていきます。まず、ハムストリングからいくんですけども、ハムストリングは、まずは一つ目は、膝関節の屈曲ですね。膝を伸ばしたところから曲げる動作ですね。レッグカールの動作です。そして、二つ目が、股関節の伸展です。足を上げたところから、後ろにね、振っていく感じです。走るときに、地面を蹴る動作ですね。そんな感じで、こう、股関節の動きにもしっかり関わっているという感じになります。そして次ですね、お尻の筋肉いきますね。まず大臀筋からいくんですけども、大臀筋の作用としては股関節の伸展、まあ、先ほどのようにね、後ろに向けて足を振っていく動作、走るときに地面を蹴る動作と股関節の外転、足を真横に上げていく動作ですね。そして他にも股関節の外旋と内転、まあ、外に開いた足を下にね、閉じる機能があったりします。結構複雑なんですね。そしてじゃあ次、中殿筋ですね。このお尻の上の方の本当にちっちゃい筋肉ですけども、股関節の外転が一番大きいです。外に足を開いていく、この外転の動きっていうのが一番大きいです。そして股関節の内旋、外旋、つま先がね、内に行くようにひねるのが内旋、つま先が外に行くようにひねるのが外旋になります。そして股関節の屈曲と伸展にも補助的に働くと言われています。なので中殿筋っていうのは股関節のね、本当にあらゆる動きで働くようになっているので、メインで股関節のを動かすようなために働くっていうよりは、スクワットとかデッドリフトといった下半身のコンパウンド種目で体を安定させるために、バランスを取るために働く筋肉だというふうに思っておいた方が、まあ、分かりやすいかなと思います。まあ、なのでこの中殿筋っていうのは非常にね、重要な筋肉になってきます。では次ですね、このハムとお尻を鍛える時の注意点、これもね、4つ解説していきます。まず1つ目は、しっかりと股関節を動かしていただくということにあります。ハムストリングもお尻も股関節の動きに関わる筋肉なので、しっかりと股関節の動き、特にこの股関節伸展ですね、ヒップヒンジと言いますけども、この動きをしっかりとできるようにしておいてください。まあ、しっかりとね、背筋を伸ばして腹圧をかけて体幹を固めるっていうことができれば問題ないんですけども、腹圧をうまくかけられずにですね、腰が丸まってしまったりするとヒップヒンジの動作がうまくできなくて、お尻とかハムストリングを鍛えられないだけでなくて腰を痛めてしまうとかね、そういうことになってしまうので注意していただきたいなと思います。そして2つ目、まあ、ちょっと出てきましたけども、腹圧をかけてしっかりと体幹を安定させるっていうことになります。しっかりとね、背筋を伸ばした状態で体を安定させるっていうのが、安全にトレーニングするためにも大事ですし、しっかりとお尻とハムストリングを鍛えるためにも重要になってきます。そして次ですね、3つ目、代償動作を防ぐっていうことですね。この腰が丸まってしまうっていうのも代償動作の一つですし、お尻とかハムストリングの力が弱いと、体がね、直立して膝を前に出すような形で動作をしてしまって、大腿四頭筋の力を使ってズルをしてしまう。そういうことになってしまうと、お尻とかハムストリングを思うように鍛えられなかったりするので、そういうね、代償動作っていうのは出ないようにしていただくっていうのが大事になってきます。そして最後4つ目、気合ですね。足トレ、下半身のトレーニングはもう気合です、最後は。しんどくてもしっかり気合で最後までやり通してください。では次ですね、おすすめのレップ数とセット数と頻度について解説していきます。レップ数とセット数については、ハムとお尻でちょっと離れてくるので、また別々に解説していきますけども、まずハムストリングのね、おすすめのレップ数ですけども、これは6レップから15レップになってきます。デッドリフトとか、ルーマニアンデッドリフトみたいなコンバート種目だと少なめ、6レップから8レップぐらいがいいんですけども、レッグカールみたいなアイソレーション種目になってくると、12回から15回ぐらいの回数多めでやっていただくのがいいと思いますね。で、お尻については6レップから10レップ、もうちょっとね、こう高重量
に特化してやっていただくのはいいと思います。週あたりのセット数なんですけども、ハムストリングもお尻も6セットから10セットの間でやっていただいたらいいと思います。このハムストリングとお尻の種目別々で分けられない場合も結構多くて、コンパウンド種目はだいたいもうハムもお尻も両方鍛えられるので、まあ両方ね、1種目で両方の部位のトレーニングとして数えられますし、四頭筋のためにやるスクワットは実はあれ結構ですね、ボトムのところでお尻に負荷がかかるので、お尻の種目としてもカウントできます。まあ腕のトレーニングと一緒ですよね。他のトレーニングで実は結構ですね、ハムとかお尻も補助的に使うので、あんまりですね、そのハム用のトレーニング、お尻用のトレーニングでボリュームを増やしてしまうと、疲労が抜けきらずに怪我をしてしまったりとか、思うようにね、筋力とか筋肉量が伸びてくれなかったりするので、そんなにねセット数は多くなくていいです。その代わり1回1回のトレーニングでもう気合でですね、前回よりも1レップでも回数が伸びなかったらもう切腹ぐらいのつもりで、もう命がけでね、もうやってください。セット数は少なめだけども、それだけもう気合で超高強度でやっていただくっていうのが、ハム、お尻の筋肥大に重要だと思ってます。で、次頻度ですけども、これはね、四頭筋と同じく 1.5 回から3回1週間あたりやっていただくといいと思います。これも実は四頭筋のトレーニングで、スクワットやった時にハムとお尻も補助的に使うんで、これも 0.5 回と数えていただいて、1.5 回っていう風にね記載しておきました。参考にしていただければなと思います。そして種目選択のコツ、これね3つあります。1つ目はデッドリフト系の種目を行うっていうことですね。デッドリフトは難しくて避けている方いらっしゃるかもしれないですけども、ヒップヒンジ系の種目ですね。で、非常にね大事な種目になってくるので、ハムとお尻を鍛えるためには必ずですね、このデッドリフト系の種目をやっていただければと思います。何もですね、床引きのデッドリフトを必ずやらなければいけないっていうことではないので、ルーマニアデッドリフトとかね、そういったやり方でも全然構わないので、とにかくそのデッドリフト系の種目は1種目はね必ずやるようにしてください。そして2つ目はスクワット系の種目もやるということです。四頭筋のトレーニングの日にね、スクワットやってる方はそれでも全然いいんですけども、特にハムとかお尻を鍛えるためにはもうね、なるべく深くしゃがむスクワットっていうのは非常に有効になってきます。特にお尻とね、足首がくっつくぐらいまでしっかり深くねしゃがむスクワットっていうのは、特にボトムから立ち上がる時にお尻にものすごい強い負荷がかかるので、お尻がねなかなか大きくならないっていう方はね、フルボトムのスクワットっていうのをやっていただくのがおすすめです。そして最後3つ目が片足種目をやっていただくっていうことですね。これはね、特に中殿筋を鍛えるときに非常にね大事になってきます。中殿筋はコンパウンド種目でバランスを取るのに非常に使えますよっていうお話をねしましたけども、このバランスを取るっていう機能が一番強くなるのがやっぱり片足種目になります。想像したら分かりやすいですよね。両足でスクワットするよりも片足でねブルガリアンスクワットをやる方がバランス取りづらいんで、それだけですね中殿筋も働きやすくなります。なのでまんべんなくお尻を鍛えるためには片足種目っていうのも非常に大事になってきます。よくね女性の方でケーブルでねバックキックとかねアブダクションとかねやったりする方いらっしゃるんですけども、それはそれでね効いてる感覚もよくあるし、お尻もねなんかパンプしてこうちょっと大きくなった丸くなった感覚があるんでいいと思うんですけども、個人的にはあまりおすすめしないですね。特にお尻の筋肉って高重量に反応しやすいので、本当にですよお尻を大きくしたいんであれば、そういうねケーブルみたいなこう手っ取り早く効いてる感が得られやすい種目に頼るんではなくて、とにかく高重量でフリーウェイトのコンパウンド種目をやっていただくのが一番の近道だと思います。なのでその補助的にねそういうケーブルとかの種目をやっていただくのもいいと思うんですけども、基本はもうフリーウェイトのコンパウンド種目を高重量でやるっていうことだと思っておいてください。はい、でそれを踏まえてのおすすめ種目ですね。ハムとお尻なんで結構数が多いです。デッドリフト、スクワット、ルーマニアンデッドリフト、ブルガリアンスクワット、レッグプレス、レッグカール、6種目出てきました。この中から必要に応じて最適な種目をピックアップしてやっていただくっていうところになってきます。で、次、サンプルメニューいきますね。まず1種目目はデッドリフトやります。6回から8回3セット。で、2種目目、ルーマニアンデッドリフト。6回から8回3セット。で、3種目目が、レッグプレスかブルガリアンスクワット。6回から8回3セット。で、最後4種目目が、レッグか12回から15回3セットっていう感じですね。これで、4種目かける3セットで合計12セットですけども、お尻の種目として数えられるのはデッドリフト、ルーマニアンデッドリフト、レッグプレスまたは
ブルガリアンスクワットの3種目なので 3×3 で9セットで、ハムストリングが、まあ、4種目全部で使われるんで12セットっていうことでね、まあ割とバランスよく鍛えられてるかなと思います。お尻よりもハムストリングの方がセット数が多くなってるのはなぜかというと、四頭筋の日にまあスクワットをやる前提でこれメニューを組んでるので、この四頭筋の日のスクワットがまあお尻の種目としてカウントしてます。そうなるとまあ1週間でやるボリュームでいくと両方12セットで揃うっていう感じでね、考えてます。まあそんな感じでね、ただまあこれだけの種目をがっつり高重量でやるとなるとかなりですね、体力の消耗も激しくてしんどいと思うので、これだけの情熱を持ってやる価値があるのかどうかっていうのはね、皆さんの目標目的とね相談していただきながら、でそれでもですね、がっつりハムとお尻を高重量で鍛えてしっかり追い込んで大きくしていきたいっていう方は気合を入れてですね、私と頑張っていければなと思います。一緒にね、下半身のトレーニング頑張りましょう。足取り頑張りましょう。もう気合でしっかりとね、最後までやり抜きましょう。ということで、今回の動画が参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて、登録よろしくお願いします。その他にも概要欄でお得な情報を配信しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。